ダーマの復活、フォズ新刊。来たか、ダーマ。だいぶ飛んだけど。ねえ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 、キーファとの別れは言わなくていいのかよ。はいはい、旅の宿からね。ダーマ神殿を届ける気持ちで、舞踏大会に出動する。あ、ダーマ編みたいな感じ。デビルアーマーいいんだけど。舞踏大会って言ったらネリスじゃないの？舞踏大会イコールネリスみたいなさ、あとフライングダイビング。どうしても装備が竜神王のセットになってしまうのはね、SP の仕様ですね。お供を紹介しましょう。バトルネクスト、バトルネクス。もう絶対やりたいだけだろ、こんなの。やりたいだけじゃん、こん。あれ？ボス曲流れてるんだけど。なんかボス曲の流れの中ね、バトルが始まりましたよ。何が出てくるんだ？ああ、そういう感じで再建してくる。ああ、うん、まあまあまあ、わからなくはないか。いや、わからなくはないんだけど、なんか違う。なるほどね。ちょっとね、なんか右の祈祷師さんがちょっと色違いますけど、服変えたんですかね。いや、でね、90？ え？あ、右のやつ片くれ？さあ、こっちで、どっちがどっちだ？こっちはドラゴン、爆炎陣。セブが、炎をまとう！今回もね、精霊紋章適用のため、こいつ、バトルデックス以外は、全体攻撃を早ぶさぎで、おっと！いいね。こいつ誰？右のやつ誰だよ。お前デビルアーマーになってんじゃん、ただの。お前ただのデビルアーマーじゃん、もはや。まあ原作再現度はそれなりですかね。ギーラ、お前もなんか、なんで急に色だけ変えたんだよ、お前。なんでお前だけ服変えてんだよ。じゃあここで使っちゃいましょうか。とりあえず精霊紋章ね、シナジーありますんで、行きましょう。行くぜ、精霊紋章。このパーティーの前でね、ブレスとかも関係上、こっちの方がいいでしょう。まあでも稲妻レコーダーでもそんな変わんないんですけどね。さあ、突撃。まあまあ余裕余裕、全員打撃対戦あるよ。おっと。余計と思う。ここでね、輝く行きましょう。ドランゴが繰り出せる。氷のブレス。いやまあ、青年もそれ行こう。オッケー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 、ジム、大丈夫よ。一体当ても大丈夫だよ。ナイス、行ってこい、早ぶすぎ。全然あかん。まあまあまあ、効果は出たから。効果は出たから許せと。ああ、なるほどね。ああ、これ、SP 使い方が難しいな。適性はついて、どっちが、これ。いやどっちがどっちのバトルデックスかわかんねえ、これ。わかりづれえな、おい。ギラー。ああ、なるほどね。みんな同じようなダメージ食らってんな。とりあえず主人公でね、一気にダメージ稼ぎたいところでますが。おっと、ドラゴンデストロイ行くぜ！オッケー！いや、もう強い強い強い。よし、ナイス！いや、次のターンで仕留めよう。スーパーハイテンションさらに2だった！やるね！なるんだ。なったぞ、スーパーハイテンション。あ、爆撃でよかったか。まあ、ドラゴンデストロイね、時々なります、スーパーハイテンションに。で、これのもう一つね、風流拳っていうのがあるんですけど、あっちはもっと低いんだよな。いいよ、大丈夫大丈夫、主人公で決めれるよ。おっと、お前が行くんか？ここで、早む先に、あ、探れそう、お前も。ちょっと、おめ、適当すぎだよ。主人公は。山賊の頭あ、なに、ダーマ編だけ二つあんの？なんか、ちょくちょく飛ばしたり、ちょくちょくなんか飛ばさなかったりするね。吹き溜まり待ち。まあ、現代には戻ってるけどさ、そりゃ。いや、ダーマ編は二つあったり、ウッドパラナ編二つあるけどさ、急に飛ばすよね。山賊の味でタガになってしまうのは、生き埋めにされるやつね。山賊の味と、何来んだよ。山賊の頭が来るってことになるのか。あ、背景めっちゃいい。多分、このレジェンドクエスト初の、モンスターマスター出勤ですね。はい。HP が不安になっております。今まで HP3000 だったのに急に HP2500 しかないっちゅうのもね。なんだか不安要素やな。いや、ボス曲の連打だね。3100。合体モンスターレベルスラリンガルみたいな HP してんな、お前。なに、敵。あれ？ダーマ神殿転職しに来られたんですか？あれ？ダーマ神殿転職しに来られたんですか？どうも、それはお疲れ様です。めっちゃ効くやん。めっちゃ効くやん。ん？え？なん、プチッとだ。プチッと族。え、プチッと族爆発弱点取っていく。
プチット族だよ君たち。ギガックス、何それ、え、何それ、大丈夫これ、え、あれ大丈夫これってことは、技名的にこれ大丈夫か、え、何、え、何これ、え、何この新規モーション、やめて、じゃあ、あー、ぶっこん、まじか、これまさか、まさか、それはまさか、いつぞやのライドスキングじゃねえだろうな、お前。待って、これいつぞやのライドスキング、もしかして、大丈夫これ。おーおーおー、外した。あ、ってことはあれか、ミスト痛恨ってことは、これあれか、魔人斬りか。本当にライドスキングじゃん、お前。ミスか痛恨しか出ねえのか、お前、もしかして。いや、でもそうだとしても、天使の歌もある。まさかのプチット族出てくるか。てか2回、合体モンスターでさ、そういう魔人斬りやめてくんねえから。それ最強すぎだって。違法意味。は?これ、え?お?え?あ?え?ちょっと待って。それは、待って。おいー!違法意味使うんだけど、こいつら。え?何それ?全員なに新、え?ヤマタの王子と同じように新規モンスター、お前もしかして新規モンスターに強すぎ、強すぎだろお前。全体攻撃のイホイミと完全魔人斬りか、2回攻撃の強いよお前。いやどうだろうな、いやでもな、あ、ナイス、いやでもどうする、いやここ押していいんじゃない、押していいか、押していい、押していい、いや天使の歌か迷ったら今、だって今さ魔人斬りでしょ、700、700で痛恨でさ、死ぬんだよね、ワンチャン。ワンチャン700、700で死ぬんだよね。だから、ちょっと怖い。なるほど、メタルギアイーグルのね。いいよ!てか、プチット族4体で出てくる。お前ら実質4体パーティーじゃん。実質4体パーティーか。あ、終わった!まあ、原作再現はそれなりですかね。面白かったね。すべての元気を飛ばしすぎや。ねえねえ、いっぱいあったじゃん。タイムマスターとかそういうさ、なんかもっといろいろあったじゃん。もう行くの、すべての元気を、ねえねえねえ、天魔をオルゴで見る。いや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 、早ない早ない、え、もうもうもう早いな、第6章にしてすべての元気を行くんか。敵は読めてますんでね、とりあえずつばぜりかけたりしましょうか。行きましょう、モリーレンタル。しっくりくるんだよな、やっぱやっぱいつ使ってもいい、いつ使ってもなんかさいいなって思っちゃうパーティーなんですよこれ。さあ始まりましたよ。もうオルゴデミラ変身してもうてるし、変身してもん、ね、えあれどうした、なんかあれあれあれ色違くね、色違くね、これあれだよね、多分ですけど、多分今あんま知らない方も多いと思うんですけど、この色っていうのはあれですよ、あの初めの時なんですよ、皆さんが知ってるはずのこの緑色って、緑色っていうオルゴデミーだって、実は、あの、最終形態の方で、これはあれだね、じゃあ。これあれだ、お前。初めの時だ。すげえ、再現されてる。再現されてるわ。初めの時じゃん、じゃあ、お前、それ。初めの時、確かにそうだわ。お前、茶色だわ。いや、ここ動けないの嫌だね。すげえな。再現度、大魔王でも色違ったんだね、すごいよこれ、え、すごくないこれって、今まで大魔王の色違いはなかったよ、まあ、実際強さはどうか、もしかして強くなってるのかな、やっぱ強くなってる可能性はあるけど、大魔王も色違いあってね、これ再現度高いですよ、さすがレジェンクエスト、そこがいい、いやでもスペシャルカードこれどうすんだ、何使ってくんの、あ、天ちゃんほやべ、攻撃モーション全然、攻撃全然手加減してくんねん、こいつ。全然攻撃手加減してくれる気ねえわ、こいつ。普通に勝ちで殺しに行くんだけど。にゃんおーしやるか、任せい、いや、怖えよ、こんなやつつまでやすんのかよ、やばいだろ、これ。勝ちに行きます。キラ式2秒
やべえ、もうアベレージヒッターってやつですね、これ。あの、まあね、あの、今日はまずアベレージヒッターからします。いくぜー、長いって、つまずり合い。ちょっと待って、ね、つまずり合い長くなかった？ちょっとさ、俺、一つだけ言っていい？なんか、つまずり合い、なんか長くなかった？それ言い訳にならないんですけど。あ、なんかつばずり長かったよ、俺。おー、なんか体幹つばずり長くなかった？つばずり強ないんで思って、お前。なんかつばずり心ないしか長かった気がするんだけど、君。気のせいかな？心ないしかつばずりが長かったんだけど。ってんじゃん。向こう固めてんじゃん。向こう身もご、いやー終了終了あれ服装元に戻ったの、あれ服装元に戻ったの、あれオルガメイさん服装、あれオルガメイさんなんかな、何オルガメイさん急に活性化したの、あれオルガメイさんちょっと設定守って、設定守ってよ、設定守ってねえ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 、設定守るよお前色戻ってんじゃねえかよ神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。長いってつまずり合いまあね、あの、今日はまずアベンジヒッターからします。いくぜー長いってつまずり合いちょっと待って。